長野市立川中島小学校は、長野県長野市にある公立小学校。長野県で最も古く、全国でも2番目に古い歴史を持つ小学校である。長野県長野市川中島町上、日賀の172番地日新館跡地の記念日松白藩樹小林柔助の子である小林常を教師に、 昭平さん1869年6月8日、豊田園学校、京都雨天体操上落成、本校舎建築7月川中島小学校児童会、発足7月プール竣工7月プール竣工7月校舎、竣工記念式典オリンピックパラリンピック観戦、オランダ応援4月麦っ子タイム10月創立130年記念式典130年記念事業4月麦っ子。 タイム全校日清災川自然体験活動実施12月読み聞かせボランティアお話玉出箱解説文科省日本体育協会子どもの体力向上キャンペーンカリベ春ジが来校学年ごとの集団下校に移行文部科学省新教育システム開発プログラム8月パソコン室空調思考工事文部科学省特別支援教育研究協力校4月4学級像 中賀の八金地区子供会。発足長野市特別支援教育研究協力校5月プール塗装。140周年。記念事業。土俵の回収。6月140周年記念事業。航空写真撮影。7月耐震成長水槽。設置8月140周年記念事業。扇風機の設置。12月140周年記念側。小祭り。 緑の移動視聴室3月工程優遇運転、ブランコ設置デジタルテレビ設置創立140周年、記念 DVD、制作長野市特別支援教育研究指定特別、支援教育推進モデル校6月運動会実施6月5日春の、実施に移行祭難士会、英語活動拠点校事業拠点校6月プレハブ校舎、着工下水道接続工事等、 着工9月プレハブ校舎竣工北校舎から、引っ越し北校舎を分かれ、開10月北校舎一般開放仮設ステージ寄贈11月、北校舎解体工事着工3月、北校舎解体工事終了8月校内電話新規設置12月、中庭藤棚撤去2月北校舎工事仮囲い一部、撤去北校舎各教室内装工事進む3月、 火災受信機新規設置長野上美の地小学校、教育課程研究協議会研究発表校6月に北校舎落生、1、3、5、6年教室移動中には整備運動会終了後、北校舎の施設見学を、実施8月第1音楽室の床を、補修男子職員校医室を、放課後プラザ事務室に改修工事校内、 放送回線整備工事6月第100回運動会3月、少人数教室、生活科室を普通教室に、改修スクールボランティア募集開始5月、校庭南側花壇整備6月スクラム、川中島運営委員会発足3月難校舎2回女子トイレ1室、様式化10月長野上身の地小学校、教育家庭研究協議会研究発表校3月難校舎2回、 男子トイレ一室用式か川中島駅より徒歩8分シンボル w w w n a g a n o n g n e d j p 2 0 2 0年1月29日閲覧シンボル w w w n a g a n o n g n e d j p 2 0 2 0年1月29日閲覧シンボル www.nagano-ngn.ed.jp2020 年1月29日閲覧シンボル www.nagano-ngn.ed.jp2020 年1月29日閲覧シンボル www.nagano-ngn.ed.jp 2020年1月29日閲覧、ありがとうございます。